そうですね、今日はですね、ここ北秋田市で行われた東北カラーズミーティングというオートバイのイベントにですね、参加させていただきました。このイベント、東北各地からバイク好きのライダーたちが一堂に集まるイベントでですね、今日はなんと約1200台、を超えるバイクが集まったと、いうことでございます。たくさんの人が参加してくださって、とても盛り上がりました。はい、すごいです。これだけの大勢のイベントに参加するっていうのは、バイク そのミーティングに参加するのは初めてだったんですけど、自分の車で来たかったですね。自分のバイクで参加したいぐらいに、なんか皆さんこうね、やっぱりこう思い思いの自分の愛車をね持ってきてここに集めて、まあ、もうそれだけで嬉しいんですよね、うん、なんかその目的を持って走って、でいろんな人たちとこう出会って、なんとなくこうダラダラと、なんとなくこうピースな時間を過ごすっていうね、これだけで嬉しいんですよね。でも今日は台風も、去ってよかった。もう本当に晴れて、ちょっと暑すぎるぐらいでねでもこの会場もいいし、空港の近くだからね、あんまりこう音も気にしなくていいんでしょうし、すごく良かったですね、和やかなミーティングで、はい、前はよく行きましたね。結婚以降でもあんまりちょっと出かけられてないですけど、独身の時にはよく行きました。はい、まあ、気に入ったバイクに乗ってると、もうそれだけでなんかいつまでも走ってたいって、うん、思うんですよね。その気持ちはすごく皆さんにもよくわかるので、この見てはすごい参加できて嬉しかったですね。今回この9月8日にですね、まあ、本来そのお祭りの時に、上町、下町でもう争うようにね、もう行われるタイプですけれども、この9月8日のイベントでは、両方の太鼓が集まって演奏を披露するという、まあ、イベントになっています。これまあ、いつもにも祭りにも増してね、またこれはこれで大きな祭りということで、この世界一を誇るこの綴り子の大太鼓、このですね、醍醐味を迫力を味わっていただけたらと思います。これなかなか知られているようで、今一つ知られてないと。なのでぜひですね、知っている方は近隣の方とかお友達とか誘って、ぜひですね、近県からも遊びに、来ていただけたらなと、皆さん役者の方々熱を込めて言っております。お伝えしております。はい、ありがとうございました。皆さん、北秋田ふるさと大使の高橋克典です。なかなか来れないんですけれども、やっと、まあ、大使になってから2回目、来ることができました。これからですね、先この北秋田市はですね、魅力的な時期が始まります。秋の紅葉とかですね、冬の樹氷、個人的にはスキー、アニスキー場とかね、森吉田でしたっけ、はい、なんかもありますのでね、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。なんといっても、まあ、冬はね、お酒の美味しい、まあ、それからやっぱり秋田小町のもちもちしたお米が美味しいですしね、ぜひぜひいいシーズンになります。ここから少しずつですね、美味しいお店、それから素敵なお宿なんかもできていくんじゃないかなと、これはですね、内側に向けて言っておりますが素敵な宿泊施設なんかもどんどんできていくといいなと、まあ、僕的にも願っております。ぜひ皆さんもですね、そのあったかい、もう寒い寒いこの北秋田市ですけれども、あったかいあったかい、北秋田市がそこにはありますので、冬の時期にぜひ遊びに来てください。どうぞよろしくお願いします。